スモーキー・ロビンソンはアメリカのミュージシャン、名門レーベル、モータウンの設立に参加し、長く副社長を務めた、ブラックミュージック界の大御所である、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、スモーキー・ロビンソンが第20位。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、ザ・ミラクルズが第32位にランクインしている。 九種の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第95位。ミシガン州デトロイト出身。1955年にハイスクールの友人だと、ミラクルズの前身となる、マタドールズというコーラスグループを結成する。やがてスモーキーは後に作曲家のベリー・ゴーディ・ジュニアの目に留まり、ザ・ミラクルズは1959年に、ゴーディが設立した。 田ムラモータウンレコードの契約アーティスト第1号となった。1960年、スモーキーとゴーディが共作したショップアラウンドが R&B チャートの1位に輝く。1962年末に発表された UV リアリーゴッタホールドオンミーも R&B チャート1位を獲得し、この曲はビートルズにもカバーされた。1963年、ミッキーズ・モンキーもヒット。 スモーキーはミラクルズでの歌手活動だけでなく、作曲家としてもテンプテーションズ、ホートップス、マービン・ゲイラー所属アーティストに多くの楽曲を提供。1961年からは副社長の肩書きを得てゴーディーと二人三脚でモータウンを盛り立てていく。その詩曲のクオリティの高さは、ボブ・ディランがスモーキーを現代アメリカ最高の詩人と評したほどであった。 1965年6月発売のトラックスオブマイティアーズがヒット。同年11月発売のアルバム Going to a 5 5からグループ名を s m o k ー・ y Robinson and The Miracles に変更。12月にシングルカットした Going to a Go は後に Rolling Stones にカバーされた。1967年発表の涙のクラウンは1970年に再ヒットし、 ついに初の全米チャート1位の完全制覇を成し遂げた。スモーキーは1972年にグループを離れ、ソロ活動を始める。ソロとしても、クワイエットストーム、クルージンのヒットを出す傍らモータウン副社長の業務も続けた。一方、ミラクルズは、スモーキーの公認のリードシンガーとして、ビリー・グリフィンを迎え、ドゥ・イット・ベイビーや、1976年の ラブマシーンなどのヒットを放っている。1981年には、Being with You が、全米ビルボードし2位、全米キャッシュボックスし1位、全英1位となった。1985年には、USA for Africa に参加し、We Are the World のコーラスを担当。1987年のシングル曲、Just to See Her は、全米8位を記録し、ロビンソンはこの曲で、 グラミー賞最優秀男性 R&B ボーカル、パフォーマンス賞を受賞した。1988年には、ケニー・ジーのアルバム、シルエットにゲスト参加するが、同年にモータウンが、MCA レコードに売却されると1990年に、会社を離れ、しばらくの間表舞台から遠ざかっていた。1999年にモータウンレーベルに復帰し、現在も活動を続けている。 2014年に、ランディ・ジャクソンをプロデューサーに迎えた、セルフカバーアルバム、スモーキーフレンズをバーブからリリース。エルトン・ジョン、スティーブン・タイラー、ニコール・シャー・ジンガー、ミゲル、アロー・ブラック、J.C. シャゼ j ジェシー・シジー、j、ジョン・ゲジェンド、シー・ロー・グリーン、メアリー・ J. ブライジ、ジェームス・ステイラー、シェリル・クロー、レデシー、ゲイリー・バーローが参加して、スモーキーとデュエットをしている。 2016年には、アメリカ議会図書館より、ガーシュウィン賞を贈られる。写真左から、指揮者のズービンメータ、歌手のドリー・パートン、スモーキー・ロビンソン。ありがとうございます。